できますかね。次は2度に入りまして、今度は包括って書いてあるんですけれども、これはどうしてこういうのをつけたのかな。はい、なんでかなって自分でも思うんですけども、その次の、変化に向けての括弧の創造的な集中化と、そんな見出しをつけてみました。新聞の方先に読んじゃいますが、括弧の体験の結実の永遠に創造的な精神の種の実現への変遷、種じゃないですね、種ですね、それね、シードなので、そうですね、種ですね、種だったらスピーシーズなので、種の実現ということですけれども、今の一度、今説明した一度ですけども、端的にまとめて言えば、その集団の中でこう確立していく、そのプロセスが一つあったわけですよね。いや、それを受けて次の展開っていうことですけども、そこで書きました、理想を具体化するために内なる力を解放する度数と、っていうふうに、非常に大雑把にまとめてみましたけれども、このくらいでなんとなくイメージとかつかめるつはどうですか。そんなわけでいかないですかね。ていうか、ここの文章自体が長くって、どれがどれにかかってるかちょっとイメージしづらいんですけど、私のつけた見出しで、変化に向けての括弧の創造的な集中化で、新聞の方にも括弧のっていう言葉がありますけど、それ括弧って何なのかってことですね。これがもう一回ですが、さっきのその一度で見られた、それの背景にあるその乙女的乙女の期間までにやったことっていうのを、ここで一つ体験ですね。それを一つここでもう一回総括するかのごとく、こうで服装してくるよっていうリフレインがここであるよっていうことですよね。で、だから一度ではそうやってそういったものをすごく評価されて、なんですか、神聖なものとされ、不死のものとして扱われ、永遠のものとして扱われ、それがこう標本化として標本化されて並べられていくわけだけれども、ここの2度では、いわば揺り戻しですよね。そんな風にな、一旦はこう飾られてしまった過去の評価っていうのがあるわけじゃないですか。すごく小綺麗にされてしまった過去っていうのが一度であるわけですよね。そこをさらに、じゃあこの2度ではどんな風になっていくのかというところで、いや、そうやって実ったもの、過去の体験がそうやって結実したものを、今度はじゃあ自分の中で創造的なエネルギーとして爆発させていくんだよと、もう一回使うよって感じなんだ、文化したものをね。一旦そうやって、殺したがごとく、そして不死不死性を与えて飾っちゃったんだけれども、それをもう一回こうエネルギーとして爆発させていくよというような感じですね。それがここの表題につけた創造的な集中化ですね。大雑把に言えばそういうところです。それがキーワードのここ、キーノートにある方ですね。その意識の創造的な中央集権界とつながる内的エネルギーの再分岐を使って、もう一回その一回、枯れたのごとくそうやって、死んだ状態に扱われたような、その美しさですね、乙女までのそのプロセス、そこに新たにこう、じゃこれのあと、一度の変容の後にさらなる展開として、そこにエネルギーをそこに注ぎ込んで爆発させていくと、そういったプロセスなんだよということで、ちょっとご理解いただければつまりですね。なんか今不謹慎だけど、原子力発電所に落っこちたやつが再核分裂してるみたいな感じなんですか。あんまりいい例じゃないかもしれないですけど、感じとしてはそんなことを捉えて、ここで一度からじゃあまた揺らぎが来てるって考えればいいで、だからこれはどのサインでもそうだっていうところが強いと思うんですけども、その一度がこうガツンとそのサインの非常にこう特徴的なものを打ち出されたっていう、
のはよくあると思いますけれども、うん、それ2度その揺り戻しみたいなのがね、だんだんこうね戻ってくるっていうのね、うん、そういうのしばしばあると思うんですけども、うん、石田さんもなんかここで書かれてましたよね、うん、1度の逆転現象みたいな。ああ1度、うん、2度はね、あのこれは5度域の2度っていうのはその1度に対してね、変化があるとか、あとはあの今あの面白いと思ったのは天文の1度ってその、うん、あのまあ、永遠化するじゃないですか、うん、でそれがあの、うん、まあ、あの要するに後半の6つのサインの始まりなので、うん、だ前半で作ったテーマをこうあの1度でをピボットにして、うん、後半のテーマにこう向けてここでこう、うん、まあ、集中化を始めるっていうようなニュアンスでもあるのかなっていう、うんうんうん、じゃ激しいわけですね、他の薄い気分がね、だから公的な公の方向に向けて、うんうん、集団的なテーマに向けてっていうことですね、うん、それがお羊の頭との大きな違いであるという認識ですね。お羊二度ってなんだっけって待ってきて、コメディコメディだ、あの真似っこしながら同化しているんだ、笑っちゃうんですね、なるほどね、ちょっと色合いが全然違いますよね、ケーミの方が。これで他にご説明はありますか。説明することとして、うん、今のところで大体のことをお分かりいただいたらっていうのはいいんですけれども、うん、一つじゃあ、ちょっと注目っていうか補足的な感じのお話をっていうところなんですけどね、うんうん、この今そこに掲げられている、天秤2度のシンボル、過去の体験の結実のっていうやつですけども、うん、じゃあ、これがこれもちろん何度もさやさん申し上げているルビア版を手本にした役ですよね、うん、まあ、私の節約ですけれども、待機局ってところです。ジョーンズの方がじゃあどうなのかっていうところなんですが、ちょっと今出なくなっちゃったっていう、ちょっとやったらね、あ、佐藤さんとかご存知ジョーンズバージョンだったすごいだけど、ね、誰に聞いても話し合う、そうなんですよ、7番目のものに変身する、 ありがとうございます。全然違うもんね、そこの違いということで、うん、なんでだろう、6番目の時代の光が7番目のものに変質するですね、うん、で同じジョーンズ版は同じ文なんですけど、松村先生今原稿のサイトとしてアップされているものが6番目の部族の光がっていう、そういう訳出、7番目の何に変わるの、そっちは物に変わる、物に変質する、6番目の時代の光が7番目の物に変質する、それが今だとさらに6番目の部族の、うんうん、レースっていう、RACE の、だ種族とか人種とかいう言葉のレースなんですけども、まあ、部族ならまあまだしもな感じですけどね、レースをそういうふうに訳出されたの、時代というふうにいきなり訳出されていたというのがありますね、うん、これ石塚さんの方が6と7に何か意味を置いてましたよね。だって、乙女が6番目の番目ね、はいはい、あ、そっかそっか、7番目が天秤だから、さっき説明してた変容が激しく行われてるっていう意味にも取れますよね、うん、そうであれば、でもそこをわざわざルディアがこういうふうに変えたっていうのはどういう意図があるんでしょう。そこなんですが、ルディアのその、ね、この、うん、ある意味ね、ジョーンズ版の方がすごくエソテリックで分かんないような感じがするじゃないですか、うんうんうん、でどうしてこんな風に言えば分かりやすく簡略な詩文に変えてったかっていう、その辺のお話なんですけれども、非常にオカルト的な要素があるんだっていうことを説明してるんですね、うんうん、書かれてることとして、ちょっと北原さんにちょっとこれアストロジカルマンダラをお渡しするんで、うん、参考資料として、うん、書けと、絵なんですけどもね、あ、絵なんだ、うん、絵を一つお書きいただきたいんですよ、うん、面が
私には高いですよ。3号50万ですとかってこの図です。え、この図、うん、はいはいはい、ちょっとお願いします。なんかおまんじゅうみたいな、おまんじゅうが一つ、おまんじゅうって丸の絵、丸ですよね、丸って。なんかね、こう丸があります。石塚さんご存知だと思いますけど、ね、あれだよね、ここに真ん中に丸があるのかな、ね、うん、そして周りに、1個2個か、隣に2個あって、はい、であと3個か、こうなるのね、はい、ちょっと対称性があって、で数字が振られてまして、1、2の、あと何か3、4か、ね、5、6、7とあります。はい、で、この円、オカルト的なものをご存知の方々もちろん見覚えがあるような気がしなくもないっていう感じなんですが、いかがですか、うん、これ何の絵？ですね、うん、一つ、じゃあこの6、この先ほどちょっと上げていただいたジョンズ版のシンボルのその6番目、うん、7番目っていうのはどういうものなのかっていうのを、うん、これで取り、ちょっと取り直そう、捉え直そうというかな、そういったところなんですけどね、うん、まあ、北原さん綺麗な絵なので、感動するんですけども、うん、まず外側に大きな円がありますよね、うん、でそこに内接するように、7つの円がある。まず 6つ円があって、それがまあ、ぐるって回ったところで、で真ん中に1個あるってところですね、うん、で縦斜めご覧になっていただければ分かる、174と275、376、これがこの外側の円の直径なわけですよね。外側の円の直径が、直径なの？そう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 、そうそうそう、376の直径ですよ。376センチじゃなくて、3番目の円と7番目の3番目、7番目、6番目の円をそれまっすぐに、そう、線を引っ張ってください。それは外側の円の直径ですよって話ね。あ、これね、はいはいはい、あ、分かる分かる。174もそうだし、275もそうだよ、うん、直径だよ。つまり外側大きな円の、はい、直径の3分の1の円がこう3つ、うん、3分の1の円が内接するように7つ入っているということですよね、うん、でその、まあ、最初にだから1、2、3、4、5とそうやって外側にね6つ回ってますけれども、うん、でそれがまず6、ここで言われてる6って何かっつうと6であって、で7番目っていうのがその真ん中に埋まってる7だよって話ですね。に変わるよってこと、変わるんだのに変容っていうふうにね、そのさっきの訳文ではそうなってましたけど、いわば補完するっていう感じで捉えてもらった方がいいと思うんですね。この中身が外を補完するんですよね。外っていうか全体の、ね、全体ので、非常にエソテリックな話をしますけれども、うん、でルディアが言ってるのはだからその6番目が意味してるものは何かっていうと、それまあ いわゆるソロモンの、クイーンですよね、ヘキサグラムですね。その、今その線引いてもらいましたけれど、その直径の部分をそうやってちょっといじってくれればヘキサグラムができるわけですね。こうだね。そうですね。こう書いて、こう書いて、そうですね。ということになるわけですね。あ、なるなる。それでヘキサグラムができていると、それでまあソロモンの封印であって、まあそれがまあオカルト的な意味合いとして、まあいわばそのエイジというエイジの印というかな、そういったものであると。で、その6つっていうのがじゃあ何なのかっていうことを示すと、それは古代ヒンドゥーのそれぞれの学派であるという、それぞれの古代ヒンドゥーの学派の学派を一つ一つ表しているんだよっていう。学派ってこれでいいの？学派で、うん、何の学派？宗教の？宗教、学問の学派ですね。人間心理の到達に関わってくるような学問、まあ、インド哲学、ヒンドゥの哲学で見られるような学問の、まあ、6つの形態であると、それを示しているものがこうやって、じゃあ、その6本性やそのソロモンの封印というのはそんな意味合いであるんだよっていうことを、まあ、
捉えているというのはその一つの図ですよね。でルディアがこれに着目したのは何でかっていうと、最初にそのね取り上げたそのジョーンズ版のそのよくわからない6番目7番目って書かれてるそのシンボル読んでもよくわかんないと本人自身も思われた部分があるようで、でそれを調べてみた時にあのブラバツキ夫人の著作シークレットドクトリンの中にちょっと類似するような記述があるんだけれども、それ以上のことが書かれてないよと。であくまでもだから今そのねちょっと後先になっちゃったけれども、その7つの絵書いていただきましたが、これはあくまでルディア の自分なりの解釈っていうところですね。じゃあさ、そのエルシーは6番目の光が7番目のものに行って、わーってこう言っただけで、どういうビジョンが見えてるかっていうのは具体的には言ってくれなかったんですか？だと思いますよ。エルシーが言ったのか、エルシーが言ったことをちょっとまた変えてジョーンズがいじったのかっていうのは、ちょっとさ、かでないんですけど、シュアさんどうですか、その、そこの記述なかったですか、その後本に。あの今これ画面の向こうの方たちにちょろっとご本を見せてご紹介できればと思うんですが、今日ごめんなさい、ここにいらしてるあの佐藤さんがお持ちの本で、ザ・サビアンシンボルってやつなんですけど、これ何年ぐらいに出版されてるんですかね。いや見ないでしょ、分かる。でもね 10年ぐらい前に話し合いをしてるんで、ロシさんっていうのかな、ね。でこれ面白いのが、佐藤さんに聞いて教わったんですけど、そのエルシーとジョーンズさんが実験した時の筆記の文字がそのまま書かれてるんですよ。で非常に短い文章なんですけれども、詩文のところね、詩文というか、非常に単純なシンボルをエルシーが書いたっていうところなんですね。そういう時に6番目の光が7番目のとかっておっしゃってるんですか。だから見てみたいですね最初それわざわざパッて今引っ張っといてない。そこに出しといてなんだって話ですか。じゃあこの図はあれですか、ルディアが考えたことなんだよ ね。つまりまあちょっとエソテリックの話はちょっと引き寄せすぎちゃいましたけれども、つまりその6つの学というものでこう知が体系化されるんであれば、そこにもう一つ7番目のものを加えることによって完全になっていくというか、大雑把に言えば、非常に大雑把に言えばそういうような解釈であるというふうに思ってもらえれば、それがまさにこの天秤2度が示しているような勝利の本当に意味するところであってっていうところでね。だつまりだからルディアはだからそのジョーンズ版に見られたようなそのこの6番目7番目っていう数字が示すオカルティックなものっていうのにあまりこだわらないように、あのこのシンボルにこう改変していったっていうね、捉えてもらえればという感じですね。ちょっとその1953年版バージョンの、まあ、シックスレイスの定理というのは、ですね、モダン&グローバルソサエティというのを、カタカナで書く、モダン&グローバルソサエティ7番目のものというのは、クロマクティックマニフェステーション、クロマティックな、クロマティックか、マニフェステーション、視聴マニフェステーション、風潮、風潮か、風潮って出てた、これが7なんですか？モダン&グローバルソサエティはどう考えればいいの？近代的で、モダン&グロうん、近代的で国際的な社会で、そこに、クロマティック自由的なその、なんだっけ、風潮、クロマティックなんでしたっけ、マニフェステーション、マニフェステーション、自由に対してのこう宣言が一つあるっていう、だあのその時にそのなんか勝手に喋ってていいですか、あのそのグローバルな社会性の中で一つ、じゃあ、なんだろう、
それらを統合するかのような強いマニフェステーション、ね、言説が必要になっていて、それを打ち出すということで、まあ、さっき私が言ったことを補強するような格好ですけども、でそれによってこう 7番目を差し込むということで豪華されてるというかな、そんなようなイメージかなって。でその強い言説っていうのがここですか、中央集権化みたいな。そうです、それを、まあ、本当にそのキーノートつけたのはもちろんヌディアですから、うん、それを念頭に置いた上でその、先ほど書いていただいたその図があるわけですよね、うん、そんなように捉えてみた場合に6番目7番目って何よって話で、うん、でそれをルディアが読み返した時に解釈し直した時にどうなるのかっていうところでつけたキーノートがこれであり、いろいろ工夫した上での詩文がこれだよっていう話ですよね。じゃあこれパーソナリティに出ると強く訴えかける人物になってくると思ってますか。というよりも、完全性をこう帯びてきた人物っていう、そういうふうになってくるんじゃないかなって感じですね。一度の変容にまだ、まあ、満ちてない予感だけど、まあ、完全に現れる、ね、7番目の要素が加わるということで、非常に統合された人格とか、そういうパーソナリティに向かっていくっていうような、うん中身が伴うっていうこと。中身がどうなるか。だし、天秤の体操は一度のところは、容姿っていうか外見上の完璧さだったじゃないですか。それに二度は、じゃあどういうパーソナリティとして出るかっていう。中身がしっかり、それに合わせた中身が。だからキーノートに非常にその端的にそれやっぱり出てると思うんですけど、意識の創造的な中央集権化へとつながる内的な意味の細分極化と、やはり創造活動っていうには確実に向かっていくというパーソナリティとして現れていくんだろうなとそれは思うんですよね。で内的なエネルギーの細分極化と、まあ、リポラライゼーションですけれども、だエネルギーのこう運動っていうのはどっちに割り振るかっていうんで集中していくんではなくて、あちこちにこう分極することによって、つまりそこの、ね、図ですよね、6つに分かれていく、そこに自分ので一度で見られていったような変容のエネルギー、つまりその乙女までやってきたことっていうものを、そんな風にこうさまざまな方向へと転換していくっていうね、そういう可能性があるよと。よくあれかアニメであるごめんね話の腰を折りそうなのでやめときます。アニメでねビームとか発射されると噴火していく図をちょっと想像したんですけど、全然違うもんですね。でそれらで非常にだからオカルト1個は話だけど、その近所での6つの学っていうふうに、さまざまなその学びのスタイルとかエネルギー、精神エネルギーの状態がそうやって分かれたとしたら、6つあるものをじゃあさらに統合するもう1つ目7番目の要素っていうのがそこで加わっていくっていうのが、その意識の創造的な中央集権化っていうことであって、それでごめんなさい、包括するっていうことが私のつけた見出しですけれども、それがその力で中心的な力によって包括するっていうことが一つクリエイティビティに向かっていくんじゃないのかと。やっぱりここで示されるパーソナリティじゃ具体的にどうなんだろうっていうことを石塚さんの質問にお答えしますと、そういうようなね、創造的なパーソナリティっていうのは非常に色濃く出てくるのかなっていう私は思ってますけどね。なんか精子と卵子が出会って受胎するみたいなね、とかって余分なことを申し上げてみました。たまってますか。いや全然とかって。でもちょっと面白いですね、ここまでの解説があると思わなかったな。エスプリットマンダラね、それ読むとあんまりイラストないですよね。それくらいだよね、書かれてるのが絵が、なんだろうと思ってよくよくまず飛ばしてきたんですけど、じゃあ有名人いっちゃって大丈夫ですか。いやでしょ今までとか、石塚さん何かこうまとめてくださるなら何かあります。しかも佐藤さんがね読んでくださって助かりましたね、そういうことだったか、じゃあ上げてみますか、それっぽい人。
それっぽいって言うとなかなか出てこなかったりするんだけど、誰がいるかな、ここは、私文化の方とかね、この細分局化とかシードっていうとこばっかり頭にあった時では、ヒロミックスがちょっとちらっと浮かんだんですけど、はい、どう言えばいいのかな、でもちょっと違うね、完成形ってさっきおっしゃってたじゃないですか、過去の結実でもあり、パーソナリティ的にも外見的にも整っている、とてもそういうふうな作風には思えないんですけど、彼女を出してる、非常にこうなんすか、うん、でもスナップ的なものは多いとは、うん、そうですよね、いうのありますよね、だから天秤的などれにもとらわれずに、うん、いろんな印象をこうピックアップしてきて並べるっていう意味ではあるかなと思ったけど、さっきの説明聞いたら、うん、ちょっと違うかしらと思ってしまったんですけど、だからそれは、なんだろう、彼女のその写真表現の中に、なんかやっぱりコアになる部分っていうのはね、あるんじゃないのかなって気がする。あ、そう、私あんまりその作品を拝見してないから、なんとも言い難いんですけども、そういうのは感じますね、そのなんか理想コアになるような、そのあの理想を具体化するために解放する度数ってここ原稿に書かれてますでしょ、はい、解放って意味でもあるのかなと思ったんですよ、うん、定型化された写真のスタイルから、こうなんていうかな、素人っていう女子高生っていうのを縦にとって何でもありみたいなねスタイルを作り出したって意味ではあるのかなと思いますけどね、あとはどうでしょうか、佐藤さんとかいかがですか、見てみたい人います、なるのは浅田真央さん、あ、浅田真央さんね、スケートのですよ ね、 すね、あ、彼女ね、前浅田真央とキムヨナの対決の時に取材が入って、浅田真央が勝つはずだって当てちゃって、あ、外れちゃってね、すごい大笑いされたことあるんですけど、ここだとは思わなかったんですけどね、ちょっと綺麗なとか割と弱々しほんわかした感じですね、キムヨナの時に取り上げたじゃないですか、取り上げたんですよね、ここで取り上げるのはどうよって感じがするんだけど、でもどこら辺でそういうの感じますか、浅田真央さんの人っぽいなっていうのは、そうですね、まあ、先ほど静香さんもおっしゃったんですけど、そこに、なんていうんですか、コアがあって、個としてのこうちょっと強さというか、売れのなさみたいなのが、絶対不調になりましたよね、全然優勝できなかったりとか、スランプ時期みたいなのがありましたけど、結局その自分の技術を磨くというか、採点基準に自分を合わせるんじゃなくて、自分は自分でこうやり抜いていって、そこ評価されるまでに頑張る、合わないって言われてたのに、なんだっけ、カネだっけか、すごく重いものをテーマに持ったりしましたよね、あの時多分ね、トランジットの土星が割と大きく入ってたかなって時だったと思うんですけど、でも貫いたってことですよね、そういう意味ではね、トリプルアクセルにこだわるみたいなのそういうものですか、今はどうなんだ、不調抜けたのかなとかつって僕のね、アスペクトね、前回の時見たんですよ、キム・ヨナかなんかの時にね、で月と金星がおこでしたっけ、なんか木星とトライに撮ってたりして、すごく少女っぽい ね、たおやかなとこと、女性性の成熟にどうしても向かっていかないような、少女のまんまって感じでしたね、なんか仏像っぽいですね、仏像おでこが含み耳ですし、含み耳でね、ちょっと顔の笑ってる、アルカイクスマイルみたいですね、なるほどね、でもじゃあこの度数から考えると彼女のスタイルはどういう風にすればらしくなってくるのかな爆発、なんか内的なエネルギーっていうのがあるはずだから、しかもそのね、コアになる部分、その学びの、その6つの学派だ、6つの学びのスタイルっていうものだ、そのテクニックとか、メンタルトレーニングであるとか、さまざまなテクニックっていうのは彼女はもういろいろ身につけてきてるはずなわけですよね、それを多分中心でこうね、中央集権的に何か完璧に仕上げていくような
核になるもの、コアになるものっていうのをもしも見出すようなことがあれば、うん、一つ彼女が今までやってきて身につけてきたものがそこで統合化されるっていうようなね、うん、そんなこともありえるのかなって気がしますけど、でそれをだから彼女自身が見出すのか誰かが教えてあげるのかとか、その辺は非常に難しい気がしますよね。この太陽にじゃあやっぱりなんか大きい星アスペクトした時がそういう時なのかな。それはあの出てくるかもしれないです。すごく成長が促されるとか、そういった可能性は非常にあるのかなと思いますね。前その鈴木さんがおっしゃってたことで、あのアスペクトっていろいろあるけど他のアスペクトですらそのネイタルの太陽のために使われてるんじゃないのって発言があったじゃないですか、はい、あれを浅田真央に当てはめるならどう考えればいい、そういう柔らかい月とか金星のフォワフォワしたものも、うん、このためにあるって考えて、ね、それが成長されてその6つの要素っていうのが何かこう成熟に向かっていった時に、はい、さらにそれを統合するようなもう一つのファクターっていうのがこうなんか出てくると、非常に彼女が今までやってきたことが、まあ、全てがパチッとこうね、あのさっきの7つの絵のようにね、7つ円の絵のようにはまったがごとく、まあ、今までやってきたものがここにこう収まって、ここにこう収まって完璧にまとまるんだっていうのはね、そんな感じでバシッと決まるような時期っていうのは何かポーンと抜けたようにできていくのかもしれないですね。じゃあ他にはいますか。聞き終わるの待ってたよね。いやいや、まだ余韻が全然ないんだけど。他見たい人は丸岡さんとかどうですか。ああ、いや私北村総一郎の大ファンだったんですけど、俳優さん大ファンだった時だけ、特にあれなんですけど、何か聞いてみたい、あの有名なドラマに出た人でしょ、なんだっけ、踊る大捜査さん。ああ、そうです、社長ですね。3人で何か組んでやってなかったし、スリーアミーゴスですね。もともとそんなに売れてなくて、俳優さんとしては、で舞台をずっとやってらして、だからそのまま終わるのかなと思ったら、急に売れちゃって、顔が売れたっていう、あの何のかすりもしないんですけど、このお話とは、そういうところはあるのかな、スリーアミーゴス。今ご健在なんですか。ああまだお元気だと思うんですよね。いつも人亡くなったんですか。そうちょっとわからないですけど、最近あんまり出てきて、いや出てるか、ご現象だと思いますよ。なんかじゃあ今のはね、丸岡さんの話聞いてるとやっぱ思うのは、ある意味こうどの方も多芸なのかもしれないですね。ああそっか、真面目な丸岡さんも絵を描く、多芸であってそのいろんな要素っていうものを抱えながら、それがこう一つのね自分の表現っていうものにこう統合化されて向かうような、ね、あのこれもやりこれもやりこんなことにも手を突っ込みましたっていうの、手を染めました首突っ込みましたっていうのが何かこう一つ核を軸にした上でこう統合されていくような、ね、そういうような、表現のスタイルっていう方向になんか行くのかもしれないねっていう気もしましたね。タゲアジャコングはタゲっていうか一つしかできてないけどね。タレントをやったり歌をやったりするじゃないですか、ね、歌も歌ってんだ、内山信二君とか、これはもう、まだ痩せてないんだとかですね、俳優ですよね。例えばね、紀藤亜美さんって占いアイドルになる、マジ、あ、そうなんですか、前なんかさ、少女戦士みたいなセーラー服みたいなの着てなかったっけ、この人ちょっとかんない、メガネ、メガネも縦メガネ、メガネのイメージしかしてないです。占い師になろうとしたんですか。占い師になる、なんかたまに出る、タロット、いや、戦術は聞いて、多分タロットだと思います。すごいね、それだったら多芸ですよね。まあ多芸ですけど、ちょっとグリーンちゃってるから、先ほどね、鈴木さんがおっしゃったように自分なりの核みたいな、なるほどっていうところが、
強っぽく見えるけどね、みんなちょっと、まあ、たおやかな、優しい感じの方多いですけどね。小原康介さんも音楽やって俳優活動やってます。そうなんですか、うん、どの人、どこ木内みどりさんの右、あー、はい、豊原康介さんって人、この人本業なんですか、俳優さんですけど、俳優さんなんだ、活動もやってますね、平野清盛出てました、出てますね、見てないですけど、じゃああれだね、6つもっていうのがなんか効いてるのかな、佐伯美香さんは、まあ、バレーボールからビーチバレーですもんね、まあ、それはあんまり大したことないのか、めぐみはバラエティーからっていう、ブラックグラビアからバラエティーへですよ、めぐみと小池栄子から、バラドルというか、グラビアアイドルが巨乳でありつつのトークもできるっていう、出たんだ、バラドルめぐみになってますバラドルっつってあのあれじゃなくておっさんだよって昔のあのね、あの森内博子とか山瀬まみとか考えちゃうんですけど、うん、まあ、そのグラビアから出身のタレントって感じですよね、そんなね、じゃあいいかな、ここはショスタコービッチ聞かなくていいですか、合ってましたね、じゃなくていいね、やんないですか、だってなんか6つのとかってあの説明を聞くとそれっぽい、ね、楽譜に聞こえないんですけど、非常に私は分かりましたね、ショスタコービッチはね初期の頃はすごく前衛的なのをやってて、それがちょっとこれっぽいかなと思って貼ったんですけど、ちょっとイメージがつかめなかった、いや貼ってみる、6つの光が分光するっていうのには違うかなと思う、だってこの頃の作風っていうのはものすごくロシアロシアロシアだったわけじゃないですか、うんうん、ロシア万歳だったわけじゃないですか、はい、もうレーニン持ち上げるような曲を作ってたわけじゃないですか、うんうん、あからさまに、うんうん、でその中でじゃあ音楽的にどんな要素があるかっつったら、うんうん、まあ、大体ショスタコービッチ近代ですからね、20世紀の作家ですからね、うんうん、で何をやってるかっつったらやっぱりその、うん、例えばジャズであったりとか、うん、ポピュラー音楽の要素を包摂していくような作風だったわけですし、それを踏まえた上でじゃあ何なのかって考えた時にじゃあそれは6つのそういうファクターがあるのかみたいな話なのかもしれないですけどね、これ後の方はなんか粛清されてつまんなくなったんだけど、この頃はかなりね斬新かなと思って、冒頭は非常にあれですよね、静かなノイズで私好きですけどね、いきなり5分まで行っちゃってるけど、もっと先の方がいいな、前がいい、冒頭が良かったです、冒頭、じゃあ冒頭聞いてみよう、この辺り静かなね、ざわめきのようなノイズっていう感じ、あ、佐藤さん知らないだろうけど鈴木さんね、絶対音感があるらしくって人の口真似まんまやるんですよ、ジョークとか、ね、らしくてだって情景時の音楽みたいにいろんな断片が、ね、頭の中でいつも鳴り響いてるんだって、本当かなと思ってたら本当らしいっすねみたいな、それが何のメリットがあるのかなとか、ね、全然聞こえてないんだけど、だからそこはちょっと聴力が問題っていうかあります、ちょっとこれ結構ちょっとすごい冒頭長く続くんで、はしょって活動してる、あとまあ4分ぐらいもうずっと読んでる、この辺り鳴ってる、まあ、鳴ってるんですよ、この辺のダイナミックスが大変いいんだよね、うん、この辺りだ、新しいね、だってずいぶん昔でしょこれ、1900新しいねって言ってるどっちなんかついや何年代に作られたの、1930年代ですか、あモモモガから10年経ったぐらいでこの音楽なんか新しいっちゃ新しいね、日本は大正期か、大正そうか、うん、そうだね、日本でお座敷コーダー歌ってる頃これですかみたいなね、でもそのロシアではだってね、18革命でそうやって
10月革命を捧げる曲としてこれなんだから。あ、そうなんだ。じゃ全然やってることが国民の生活レベルで違うってことなんだよな、うん、そうですよね。その意味ではなんかエステリックなもの見えてるっぽいような感じの曲ですよね。先取りしてるっていうか、あの整合性っていうのはものすごく強くあると思うんですよ、うん、もちろんフォーマリズム的な手法としてね、うん、で、わざわざ北谷さんこれを取り上げてくださったのはやっぱそのノイジーの要素を前提的だよってね、うん、さっき言ったのが、まず関心としてあったんでしょうね。単にね父が好きだったんですよ。あ説明するときにこう最初はこんな前衛的なの作ってるのに政府が入ってきたら革命みたいなつまらない音楽作っちゃってとか言ってたんで、こっちの方が新しい目なのかなと思ってたんですよ。だから、うん、彼の中でのさまざまな要素っていうのをこう盛り込んだ作品っていうふうに捉えてみてもいいんじゃないですかね、うん、そしたら、そしたら要素が6つあるみたいな、まあ、実際に6かね、作品っていうことですが。じゃあジョーンズ版の詩文っていうのは割と重要かもしれないですね、うん、と思いますね。そう考えるのね。まあ本当はジョーンズとルリア両方を検討した方がいいってことですよね。もちろんそうです。分かんないからね。まあそれやってきてるんですけどね、うん、だから長くかかるんだな。もう2時間経っておりますが今2時間経って2時間経って何時間始めたっけ。2時半あね、今3時ですがね。2度で、うん、2度でちょっといい加減にしてみたいな。ちょっとはしょってこうよみたいな。さて行こうかそろそろ、ね、2度はこんなものでいかがでしょうか。質問ないかな